さあ続いてキムさんテーマの発表をお願いいたします、はい、お今週も朴政権の行方 <laughs> 続いてますもんね韓国の朴槿恵大統領の辞任を求める大規模集会が26日ソウル中心部で開かれました一連の疑惑が発覚後集会は10月29日から毎週土曜に開かれており今回で5回目参加者は主催者推計150万人と過去最大となりました 野党三党は共同で弾劾訴追案を国会に提出し早ければ12月2日の採決を目指しています韓国で弾劾訴追案が提出されれば12年ぶり2回目任期途中の辞任が決まれば1987年の民主化以降初めてのことになりますさあキムさん うん。どこまで行くのか。本格的にこの疑惑が社会的に問題になりだしたのが10月の終わりあるいは11月の初め、そのあたりなんですよ、ね。ちょうど強制捜査の日僕もソウルにいて。そうですよ、ね、こんなに、うん、あの。 いろんな事実が出てくるとは思わなかった。ちょうど同じ日、私もソウルにいたんだよね、お互いね。そうなんです何をしていたのかは。言えませんはい、で、この一連の大体一ヶ月ぐらいの流れを見ると。まず、あの大統領側、の動きっていうのは、三段階に分けることができます。まあ、最初、この話が出た時に、まあ、謝罪をして、その後、すぐに、ま一種の籠城作戦。まあ、あの、何か積極的に対応するっていうよりは、あの、非常に消極的。 に守りをしながら、まあ、小出しに、こう、防御のカードを切っていくという段階ですね。それから第二段階は、まあ、籠城をしながらも、反撃の、まあ、構え、攻勢の構え。特、うん、に対して、検察の、まあ、捜査、が、あの、ほぼ自分に不利だろうというような情報が流れ。その説得がうまくいかなくなった、その弁護人からの反撃のあたりからですよね。なので、その段階では、自らの約束を破る形で、まあ、検察の。 捜査にも協力しない、検察の捜査結果っていうのは、まあいわば。左上の楼閣だっていうように、も完全否定に入るわけですね。で、このあたりから、まあ群衆の怒りっていうのも、もうさらにグレードアップっていう形になったんですが。今は、それもさ、第三段階、その反撃も、あの、なかなかそのこうせ,ずせ、そうせずですね。今は牢状。 の結果としてのまあ紙面疎過状態えー、つまりパク大統領を取り巻くま情勢というのは世論のみならず政治的な動き法律的な動き含めて非常にその締め付けが厳しくなっているというふうに言えると思います、うん、でその具体的な動きっていうのはまあ今週来週にかけて目に見える形で出てくるんですけれども、うん、大きく分けて3つですね1つは特別検察官による捜査というものが本格化します、まあ、これは で、検察による捜査だったのが、特別検察官による捜査のステージに移っていく。これ一体何が違うんだという風うに。まあ日本の皆さん思われると思うんですが、つまりその検察。 は明らかかにしなかったあるいはあい曖昧にした部分を第三者機関のような特別検察官がい、まあ、わばその積極的に捜査すると国民目線から捜査するってやつなんですね。えー、これはだいっと今週の金曜日には特別検察官が任命されます。でこれあの 特別検察官っていっても1人じゃなくてそこに補佐の検事が4人それから支援の検事が20人っていうので大体25人体制でやっていくので、うん、まあ,ある程度の期待は高まっているんですが、まあ、果たしてここで収賄を明らかにできるのか今検察も収賄を目指して例えばサムスンとか家宅捜索に入ってるわけですよね。それを特別検察官制度のので明らかにするというこの作業が少なくとも 入るんでその捜査の過程では情報もあの逐一、開示をしながら捜査を進めるというようなことになっているのでもちろん捜査機密は明らかにしないんでしょうがそこが1つの動きそれからもう1つは国政調査といって国会による調査が始まるんですねで国会による調査は警察による調査とは違ってなんか法的に何かを追及していくのではなくて事実確認をやるんで現場の時の日本にこる国会のね。 よくあるその国会での聴聞会みたいなものでうん、うん、これあの証人をどんどん,どんどん読むんですよね。とと国会がずっと生中継うん、うん えなんですだから財閥総帥全部呼びますねで、うん、国会でどんどん承知してもかつてないぐらいの高視聴率を三権分立をね、うん、しっかりと明確にする上では、はい、そういうと司法、そしてまあ国会そしてまあその政府に対立する、まあ、これがきちんと組み上がっていくのはこれは30日からまあ始まっていくと、うん、そして何よりもまあ肝心要となる弾劾これが9日にも国会で議決されるのかということなんですがこ、まああの のこういうい3つの動きが非常にこう首を締めつけている中で最終的にパク大統領がどういう選択をするか今、断崖に向け,向けて一気に動いていますが依然としてゲアあそれから挙国内閣という可能性もまあ非常にパーセンテージ少ないけれども依然として残っているというのが今の段階ですねうん、うん。ちょっとと今週山場でですすかねねそういうありがとうございました